豊田地域看護専門学校は愛知県豊田市西山町三丁目30番地1にある専門学校。設置者は豊田市地域医療センターであり、看護専門学校の施設は地域医療センターに隣接している。3年課程であり、1学年の定員は40人。社会人入学の制度もある。1970年4月、同年まで、 豊田市立図書館が使用していた建物を利用し、豊田市北町に豊田鴨石会準看護婦学校として開校した。その後、1975年3月には豊田鴨石会の会館が新築され、豊田市西山町に移転した。1978年4月には設置者が豊田鴨石会から豊田地域医療センターに移行し、 豊田地域医療センター付属準看護婦学校に改称した。1980年4月には、準看護婦学校とは別の組織として豊田地域看護専門学校が開校。1984年4月には、準看護婦学校と看護専門学校が統合され、豊田地域看護専門学校が開校した。2003年4月には、 豊田市西山町の現在地に新校舎が完成して移転した。豊田地域医療センター、豊田厚生病院、豊田記念病院などを中心として実習を行っているが、富士大河大学病院など外部の病院で実習を行う場合もある。豊田地域医療センターなどに大半が就職するが、外部の実習先の病院に就職する場合もある。ありがとうございます。